こんにちは福井教育支援サークルの吉田です、えー、今日は2年生の道徳ガラスの中のお月様についてお話をします、えー、内容項目は感動異の念ですそれではあらすじですガラス工場の花瓶、皿、壺など300余りのガラス製品に窓から顔を出した月が映っていたガラスの皿がお日様はもっとあったかいですよと意地悪を言ったそこに泥棒が入ってきた 盗まれると思った時、お月様は辺りを明るくして泥棒の姿をガラス製品に映し出した。慌てた泥棒は逃げていった。ガラス製品はお月様にお礼を言うと、お月様はあの人が悪い人にならなくてよかったと話した。ガラスの皿は意地悪を言ったことをごめんなさいと詫びたという話です。はい、えー、大変美しい話ですね。 この感動を受の念というのはなかなか指導しにくい内容項目なんですけれども学習指導要領の解説にはこう書いてありますね美しいものや清らかなものに素直に感動したりするような体験を通してすがすがしい心を持てるようにすることが大切であると、えー、児童の感動を他の児童にも共有できるように働きかけることで児童自身が持っている初々しい感性を豊かに育んでいることは考えられると。 ですからしっとりと内容を読んで感想を話し合うだけでも十分、えー、いいわけですよね、えー、ただ、ですね、えー、ここでのお月様の思いやりはガラス製品を守っただけではないですよね泥棒自身に反省も促すようなことをしているわけです。 まあここはね、おそらく読んだだけでは気づかない子がいるので、このあたりも少し、えーまあ、読み取りを通して深めて、その上で子どもたちの感想を共有するというようなプランを立ててみました。はいえー、それでは、発問です、えー。まず資料の判読から入って、感想ノートに書きなさいということで、感想の発表させると。 ただ、少し分かりづらいところがありますので、まあ、できればパ、ね、ワ、えーポイントのスライドでもいいのであらすじを再度確認した方がいいと思いますね。まずお月様が出てきてガラス製品すべてに、ねえーまあ、お月様が映っているというところもう1つ、泥棒が入ってきてその泥棒の顔というか姿がす、ね、べてのガラス製品に映したと。 えー、このあたりを少し教師が補説してあげた方がいいと思いますね、えー。まあね、時間がもしあればね、少し手の込んだパワーポイントを作ってもいいかなと思うんですけれども、とりあえず冊子絵を拡大したものでもいいかなというふうに思います。えー、さあ、そこでお月様の優しいところはどこですかと。まあ、ガラス製品を守ったということと、ね、泥棒にならなくてよかったというところが多分出てくると思うんですけどもう少し深めようと思うんですね。 泥棒が出ていった理由は、何ですかと、泥棒はこう教材文の中で言ってますね、泥棒は震え出しましたと、自分の影だと思っていても、やはり恐ろしかったのです、何が恐ろしかったのかというところなんですけども、これは自分が今やろうとしていることが恐ろしかったんだと、このあたり、なんとか気づけないかなと。 いいう,うに思いますただ、もしね、意見が出てこなければ、自分がガラス製品に移って、悪いと、ね、悪いことをしているということに改めて気づいたからだと思います。お月様は泥棒のことも考えていたんですね。泥棒にも反省するようにというふうに思っていたんですねと。ここまでね、えーまあ、教材文を読み深めて、もう一度ね、えー、感想の音に書きなさいと。まあ、こういうような授業プランではどうでしょうかと。 はい、ご視聴ありがとうございました先生方の教材研究のお役に立てば幸いです。